どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さいウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ今回はですね、ラブソングです。めっちゃ明るい気持ちがいいラブソングです。100万回の I love you、 レイクさんのあのかっこいい曲、あれはもう超ハッピーソングですよ。これはウクレレにとっても合うと思います。はい、これは大好きな人に愛を伝えるのもいいし、結婚式とかでも歌うのもいいと思います。しかもコードはかなり簡単ですからね。はい、皆さんぜひワイワイ歌いましょう。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単に弾けるようにしたガズレレ流シンプル簡単ショートカットバージョン、後半は16ビートのあのキレキレの感じのこうフローの中でこうやっていくっていうね、なんかこのリズムのこう気持ちいいリズムが入ったかっこいいバージョン、最後までご覧になってください。さあ大好きな曲、ああいい歌だなと思う曲を聴くだけじゃなくて、カラオケで歌うだけじゃなくて、伴奏もして自分で弾く弾き語り、これが最高に楽しいんですよ。ぜひ始めてください。でもな、私音楽苦手なんだよな、楽器は無理無理。そんなあなた、ウクレレがありますよ。ウクレレだけが助けてくれますよ。他の楽器で弾き語りするとだったらこれ結構難しいですけどね、ウクレレは簡単なんですよ。その代わり奥も深いですからね、ずっと続けられます。まず弦が4本しかないから、まず押さえるときにそんな難しくない。あとちっちゃいからいつでもどこでもこう携帯してね、持ち運んで練習とか一緒にサラサラできるんですよ。ピアノ持ち運ぶってわけにはいかないですからね。ぜひ始めてください。しかも今ご覧になってるガズレレ YouTube を見ているだけでどん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 楽しく弾けるようになりますからね。弾いて歌えるようになる。はい、今からここにリンクを貼るんですけど、その先の初心者レッスンはここというところに行っていただいて、数字の1から動画を見て、ウクレレ触ってるだけで、あれ私今弾けたんじゃないってすぐなると思いますよ。じゃあ行ってらっしゃい。初心者ですからここクリック歌詞。行ってらっしゃい。そこには私が取りためた簡単ウクレレレッスン動画650曲以上がすでにアップロードされております。もう最新 J-POP から夏メロから昭和歌謡曲、演歌、アニソン、洋楽、ハワイアン、何でもありますよ。はい。さっきのリンク先の下の方に行くと、そのジャンルが分かれて、曲いっぱいあるんで、覗きに行ってください。じゃあ、それでは、愛を込めて、100万回の I love you。まずはシンプル簡単バージョンの方からやってみます。I love you ガズレレ流シンプル簡単バージョン、ショートカットバージョンでやってみました。いいですね。本当にこう
I love you の気持ちがなんか伝わりやすい。はい。で、動画と一緒にセッションしてコードを見ながらね、やっていただくのもいいんですけど、自分でノートに書くのがおすすめです。そしてこのノートを見ながら演奏してみるってことで、またどんどんこう音楽が楽しくなります。はい。まあ、イントロから始まって、これメモってってください。動画のテロップと答え合わせしながらがいいと思うんですけれども、はい、こんな感じのコード進行になってます。はい、いろいろ書いてありますね。この矢印、後で説明しますよ。はい。で、ここ間奏で、ここからまあ、A メロ。シンプルですね。なんかでもこう、歌詞がやっぱりね、なんかこう、いいですよね。I です、I。で、ここ B メロです。一時停止で持ってってください。で、ここサビ行って、でですね、もう一回サビやってこうエンディングの方の感じに突入しちゃったんですけど、フルでやりたい方はなんかこの中のことピッキングしていくとフルでできるという感じになってますんで、はい。で、ここ最後のラー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 のところもシンプルだって、 C と F と G7、 C と F と G、 これが3つだもんね、基本的には。はい、こんな感じの曲構成になってます。では、コードの解説をしていきましょう。今出てきたコードは、これですね。1、2、3、4、5、6個のコードです。はい。C と Am、F、Dm、D7、G7。これはいつも毎度おなじみでございます。はい、これ。ガーズレレ必須コード。必須って書いてある。これは必ず覚えた方がいいですよというコードでございまして。ウクレレ習い始めてコードを覚えなきゃいけないなと思うでしょ？たくさんあるんですよ、コードっていうのは。ほんと山のようにあって、もう何千何万とあるんです。それを片っ端から覚えようなんてことは、まあ、無意味なことでございまして。まず、最優先で覚えてもらいたいのが、このガズレレ必須コードという8個のコードです。今日はその中の6個ができているということで、だいたいこの8個のコードを覚えると、今ご覧になっているガズレレ YouTube では、ほとんど8割9割一緒に、場合はすぐセッションできるということで、一番最初に覚えてもらいたい8個のコードのグループを、以前私がめちゃくちゃわかりやすく解説している動画をここに貼っておきますんで、ここで、楽しく面白くウクレレのコードを習っちゃいましょう。これはね、面白くないとダメなんですよ。覚え方が肝心ですからね、楽しく覚えてください。じゃあ、ここからかっこいいバージョンに入っていきます。かっこいいバージョンはです、1個前提を作っておきましょう。今ちょっと手で隠してた、ここ見てください。F の小文字で ADD 数字の9、F アドナインスというコードに、ここに書いてある F 全部を F アドナインスに置き換えます。なんつったって見てくださいよ。こっちの F よりこっちの方が簡単だもん。2弦の1フレット。ですので、初心者さんもこっちの F アドナインスの方が響きがいいんで、こっちの方がいいかなと思って。だけど簡単バージョンで F アドナインスって書いてあったら、うわー、何このコードってなるでしょ。だから私は、あえてこっちをね、簡単な方をかっこいいバージョンに持ってきたんですよ。響きやってみましょうか。F アドナインス、ここ1個だけだよ。なんとも言えない。普通の F はこう。で、F アドナインス。なんかちょっと空間の広がりがあります。この F アドナインスを使って曲なんか全部やります。で、前半のイントロから、最初のデサビ。あそこはね、アルペジオでいきます。アルペジオから入っていって、歌の中から、歌というか、間奏のところから16ビートのチャというビートになります。アルペジオっていうのは、こういうバラードっぽい、こう、分散和音、優しさを表現するようなもので、16ビートのチャっていうのは、ノリノリの、じゃ、チャです。はい。この弾き方、解説してます。ここにリンク貼っておきます。ここのリンク先はガズレレのホームページで、ウクレレでできるリズムのいろいろというホームページの1枚で、その中からアルペジオ、前半のやるアルペジオ。で、リズムのメインは16ビートのチャです。16ビートのチャというのはね、チャっていうのはこの、これです。チャ。このチャを使って打楽器の要素も入れちゃおうよということでやってますが、16ビートのチャっていうのは結構難しいので、8ビートをマスターしないとなかなか難しいです。だから8ビートをマスターして、8ビートのチャをマスターした後に16ビートのに入ってくる。このセオリーが必要になります。はい。なので、リズムの練習はそこでやってみてください。で、今回難しいのか、はい、ドン！このマーク見てください。これシンコペーションといってですね、リズムが前にドンと来る。リズムがスコーンと前に入ってくるっていうことを言うんですよ。まずじゃあこのコード進行見てください。C と F って書いてあるんです。ワンブロックに C と F って書いてあって、真ん中に、矢印マークがあります。そうするとこうです。ダンスカジャカジャパンバンバチャカチャカワンダカジャカジャパンバン、わかる？ダンジャカジャカジャアップで F、C からアップで F。こういう感じのコード進行のこうシンコペーション前に食い込むリズムがほとんど占めています。で、これを今16ビートでやったんです。これアルペジオでやると、ダンダンダンパンス、トンダンドンパントンドンバンドンドンダンドンパントンドンバンドンダン。こんな感じになる。ちょっと前に食い込む。アルペジオでもシンコペーションやります。
この辺がご注目のところ。歌中は結構こうディスコビートっぽい感じで渋打ちでね、レイクさんのバージョンはドンツクドンツクドンツクってなってるんですけど、やっぱウクレレでやるとちょっとその雰囲気なかなか出しづらいんですけど、このシンコペーションの方に重点を置いてこうリズムを安定させて、やってみようと。で、この曲はですね、決めというかはそんなに、一箇所あった、ここに書いてありました。1回のサビのアルペジオが終わって感想はここから16ビートのチャイムが始まるんですよ。ここ見て、タッタッタッ、ここのシーンのところで203連の決めがあります。ちょっとやってみよう。ワン、ツー、スリー、フォー。テンテン、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 パッパッパッパン。わかった？パッパッパッ、C で、ジャッジャッジャッ。3回。こうテロップ書いておきますね。ここの決めを、忘れないようにやりましょう。はい。こうリズムを安定させて、やってみようと思います。ちょっとこう、ゆったり感が出るような16ビートの方が似合うと思うんで、あんまりバーッと暴走して速くなっちゃうようなことがないように、こう、ゆったり感でね。やっぱ、だってさ、100万回の I love you ですから、焦っちゃダメですよ、やっぱりね。愛はこう、おおらかにいかないといけません。はい。そんなことを踏まえながら、はい。じゃあ、かっこいいバージョン。100万回の I love you。かっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。の言葉じゃ足りないくらいに君が好き、愛したうの言葉を100万回君に送ろバージョンやってみました。もう愛の嵐、愛のシャワーでございました。はい、いいですね。やっぱウクレレでこうハッピーな曲がやっぱテンションが上がるかなって感じがしますけれども、まあぜひ皆さんもこのウクレレで、これ4つ弾きでもねいいと思いますよ。例えば結婚式で愛してるの言葉じゃと、これワンフレーズ弾いて、いい、これも想像してください。素晴らしいですよね、きっとね。はい、ぜひ皆さんもやってみてください。はい、ガズレいろんなことやってます。イベント情報、グッズ販売情報、本の情報、ご案内、どうぞ、はい、ガズレレホームページ、どうぞご覧になってください。ガズレレホームページを見ていただいたら、いろんな情報、盛りだくさん。はい、ホームページのリンク、ここに貼っておきます。で、ガズさんですね、いろんなイベント、やっております。で、最新情報からここにバーっと書いておきますけど、博多、広島と、福岡行きますからね、2月はお待ちもうそのあたりの方も大集合してください。ウクレレ持ってきたよ、ウクレレ持ってきて一緒に歌いましょう。お一人様も大歓迎、私がいるから安心してください。楽しいですよ。で、いろんないい話もするし、皆さんの質問にも答えるし、まあ、とにかく楽しい。で、こういうイベントどんどんさっきの下に続いていくんですけど、三重とかね、そっちの方にも行くんですけど、この先また日本中行きます。どこまで行くか、最後2019年9月1日にドーン、日比谷の野音ガズレレ決定しております。この辺の詳細もうちょっとしたら大公開します。ちょっと楽しみに待っておいてください。野音でガズレレですよ、これやばいことになりますけどね。はい、それでですね、はい、こちらドーンガズさんね、 CD も出してます。 CD っていうのは2枚組で、1枚の CD は作品としての CD、 もう1枚はその作品としての CD が弾けるようになるレッスン動画ということで、 CD はね、YouTube でも
全部公開してレッスン動画も上がってます。その CD のこと、レッスン動画のこと全部ここに一目にして CD の関係のことまとまってるんで、ぜひ聴いてください。めちゃくちゃかっこいいですから、今流れてる BGM もその CD からです。コードは4つか5つくらいでできちゃうってやつですね。はい、この CD もよろしくお願いします。あとね、本いろいろ出してます。はい、主婦の友社から出てるめちゃくちゃいいこと言ってるガズレレの、あのスピリット、私がどういうこと、私は白血病で骨髄移植したりとか結構凄まじいんですよ。その中で楽しみを、拾ったぞというのはこの本で、はい、こっちはイットミュージックから出てる日本で一番今売れてるウクレレ教則本、超簡単版です。これめちゃくちゃおかげです。はい、こっちはガズレレ歌もシリーズもとうとうボリューム5まで来ました。こちらも累計3万部を超えてる売り上げを誇っていまして、なんで売れてるかというとめちゃくちゃ分かりやすく簡単だからです。はい、ありがとうございます。こっちはもうあの YouTube 完全連動なんでね、ぜひ楽しんでいただけると思うんですけど、そんなこんなでもうガズレレ盛りだくさんです。ホームページ一回冒険してもらうとですね、いろんなグッズ売ってます。このウクレレも売ってますし、こういう水引きも売ってますからね、こうストラップなんかもあります。ああ、これはもう大盛りだ。ウクレレで音楽で人生を豊かにしよう、楽しくやろうぜ。バイバイ、また会える人はどんどん会いに来てくださいね。さようなら、音楽楽しみましょう。バイバイ、チャオ。